兄弟たちよ、代、今日、今会が聖・ラウレンスオ殉教者を祝います。彼には今日の福音が実現されました。完全に実現されました。彼がスペイン人でウェスカというところで生まれて、イエスクリストに出会いました。彼が経験したのは、やっぱり自分の殉教に現れたことでした。 つまり、イエスクリストは彼のために自分のすべてを与えた。自分のすべ、自分てを捨て。自分の命を守らず。種のように彼の人生の土に入り。そちらでは溶けられて、もう本当に砕かれても、す <laughs> べての種と同じように土に入ったら死にます。いなくなりますみたいな感じ。 大きな素晴らしい身を結びました。イエスキリストは、ラウレンツ n に対して、寂しくなかった。一人ぼっちにならな、残らなかった。逆に、彼のために祈って、自分の人生を捧げたので、自分のすべて、自分の命を与えたので、捨てたので、彼が、キリストはラウレン e n とと共に、 復活しましたつまり、一人で亡くなった。一人で死んだ。ラウレンツィオのために一人でジュジカに貼り付けられて命をかけた。そして葬られた。けれども、ラウレンツィオと共に復活しました。ラウレンツィオに自分の永遠の命、自分の霊を与えた。だから、ラウレンツィオが同じ経験を します。ラウレンスヨが、クリストと同じように、クリストの命を持っていたので、クリストと共に生きていたので、クリストと共に種として、ロイアに入れられて、そちらでは選挙して、一人の、えー、ロイアに入れられた人が、彼の布教を聞いて改心し,して、これメクラね、盲人だった。で、あの、布教を聞いて洗礼を受けて、 目が開かれました。そして、彼の責任者、その、えー、ロイヤの責任者が、ラウレンセを通して、どれほど、まじわりの不人気が出来上がったということを見て、その、本当にクリストの霊が、そのロイヤにあったということで、彼も改心し,した。そして、その、ロイヤの責任者、だから、ロマノテイコーの人で、信者になって、 準拠された。ラウレンシオが、クリストと共に、植えられた土、置かれた土に入りました。そちらで死にました。神の見物であると分かった。クリストが同じことしましたから、すでに彼のために同じことしましたから、彼がクリストと共に、クリストの礼、クリストの命で満たされて、命を果てる、果てることはできた。捨てることはできた。道溢れていた命であったから。で、 彼と共にたくさんの人が復活したと言いましょうか。彼の準教を通してたくさんの人が救われたのです。私たちも同じこと。私たちのためにクリストが命をかけた。私たちのためにクリストが自分の命を捨てた。あなたのため、私のためクリストが死んだ。そして、あなたと私と共に復活した。私たちを救った。私たちを解放した。 だから、私たちはこの経験をすると、教会の中で何回も何回もこの経験をすると、毎日この経験をすると、毎日私たちの目の前に現れる、ロイヤ私たちの目の前に現れるその通知に落ちて、その通知に入って死にます。その通知は、奥さん、主人、子供、病気、仕事の問題、熱うさ、何でも、何でも不安、 あなたの性格わからない。けれども、一方一方、歩みながら私たちの目の前に、たくさんの通知が現れます。で、そちらでは死ぬ。クリストと共に死んで。そして、一人ぼっちに残らない。死ななければ一人ぼっち。孤独。その女性は、自分の恋人と、セクスをしたら、交わるだろう。一人ぼっちにな、に残らないだろう。 と思ったが、間違っています。死ぬことができなかったから、その恋人との関係の筋に落ちて、そちらでは死なないなら、セックスをしたり、相手を尊敬しなかったりすると、まあでも、この、例えをしましたけれども、あなたと主人、あるいはあなたとの、その奥さんとの関係も一緒です。仕事のところなど。 私たちが死ななければ、死ななければ、孤独一人ぼっちに残ってしまうこの世の考え方によると、悪魔の考え方によると、自分勝手にしたら、自分の命を守ったら、死なないだろうあの、たくさんの友達に、ま、えー、囲まれるだろう違います。違います。私たちが死ななければ一人。 なぜかというとすべての肉によるの関係感情的な関係はすべて消えちゃうすべて相手を尊敬しなかったら相手のために命をかけなかったら自分の対決を守らなかったら戦わなかったら死ななかったらもうすべてが消えちゃうすべてが取られるだろうすべてすべて終わりだろう終わるだろうしかし命をかけたらあなたが 一人ではなく、死んだ、死んでるのは一人。つまり、クリストと共に、まあ、一人ね。そして、相手と共に復活する。最、ラウレンスよと同じように。相手と共に復活する。主人と共に、奥さんと共に、恋人と共に。本当の愛のうちに。その本当の愛。朽ちることのない愛。破られない愛。を保ち、その愛が素晴らしいみを結ぶ。 忠実、才実、平和、喜び。私たちの使命の末全う、すべて、身を結ぶんですよ,たちよ。なぜかというと、クリストに従う人は、クリストに世はする人は、クリストに欲しする人は、聖ラウレンツィオと同じように、イエスクリストがいるところには、彼もいるだろう。いるへ、ね、存在する。つまり、 人間として、クリスト者として、完成されたものとして、クリストが完成な人間、完成な神と言いましょうか。本当に、えー、完成されている人として、生きるだろう。いるだろう。生きるだろう。現れるだろう。クリストのうち、クリストによって、クリストと共に、誠の人間、神の子として、私たちが生きることができます。 神のことをして生きるならば、クリストの遺産をもらう。クリストとともに死んでクリストの遺産、永遠の命をもらう。いつも、一歩一歩、この私たちの目の前に現れる歴史、目の前に現れるその土地に落ちて、死んで、たくさんの兄弟とともに天国に入る。復活します。私たちの家族が守り、守られ、守られて、あの、身を結ぶ。 子供たち、えー、学校の友達、仕事の、えー、仲間など、私たちが死んだら、病気を認めたら、その不正を背負ったら、など、死んだら、大きな身を結ぶ。孤独の逆は、たくさん、なんか、たくさんの人に愛されているということではない。孤独の逆は、聖書によって、今日の福音によると、 やっぱり、身を結ぶこと。自分を出ること。自分から命を出ること。愛すること。私たち愛するために生まれたので、作られたので、クリストによって作られたので、クリストと共に愛するならば、私たちは聖子。そして最高。完成されたものとなる。